よろしくお願いいたします。今日なんですけども、今の腰から下半分ちょっとお写真撮るためにもこういうふうに着付けはさせていただいてるんですけども、着丈とかどれくらいがいいのかっていうのは本当はクライアントさんによってちょっと違ったりとかしますので、確認しながらっていうか、今年のうちのレギュレーションに合わせてやっていこうかなと思っております。じゃあ、ちょっともう一度立て締めを止めるところからいこうかなと思います。ちょっとお待ちください。一番の着付けまではできていると言っていいと下の方に下ろさせてもらいますね。前々回の時の縫わない縦襟の留め方というのをやったんですが、それをちょっともう一度ここでやっていこうかなと思っております。詳しくは21回目、縫わない縦襟の留め方を参照してください。どれくらいのスピードでやってるかっていうのもね、勉強になったらいいなという感じです。できるだけ生地はよれないように置いといてもらった方が成功しやすいかなと思いますので。という感じで、これ見えるかなという感じで、これで5ミリぐらいに出しています。練習してる時とかはね、5ミリでなくても、どれぐらいか、7ミリぐらいとかでも最初練習し始めたらいいんじゃないかなと思います。着せかける時も掛け襟は必ず半分に折ってもらって、で、まあ、片方ずつお袖をお嬢様に入れていただきます。着せかけてもらって、で、縦手を通すことができないので、私が通してしまいます。で、5ミリ5ミリで襟の後ろのところに留めてあげる。これが21回でやらせていただいたことになりますという感じですね。大丈夫かな。で、あとちょっと丈を決めていきたいんですけども、丈を決めるときに重さがとにかくかかるので、落ちないようにっていうのはすごい大事なんですけど、ずれても大丈夫な方法も実はあります。多少ずれても、でも私は腰紐を締めた後はもう触りたくないので、腰紐を締めるまでに全部決めてしまいます。まず基本的には着丈決めてから、次に前幅を決めて前妻を上げるなんですが、こうやって伝えるのが難しいんですよね。見えるかな。ちょっと、まあ、とにかく一回やってみます。丈ちょっと下ろしますね。丈持ち上げる時も、これを伸ばした状態で前と後ろを持っていただいて、ちょっと後ろに引っ張って長襦袢を持ち上げないようにして、でそのまま着丈決めます。今こうやって、後ろ側で今調整してるんですけども、で伸ばしたところで持ち上げてもらったら、ちょうど腰紐の今ね、こうピンと引っ張られてるのが、だいたい襟先から10センチか15センチぐらいで、ここら辺に普通の着物やったら腰紐が来るとこなんですね。振り袖の場合はもう少し上に腰紐を締めるんですけども、でちょっと分かりやすいように後ろを向けてやると、もう一回やりますね。で伸ばして、なんかね、曲げてこういうところを持つと上がらなくてすごい大変なので、伸ばした状態で持つ。で、一度後ろ引っ張る。引っ張ったら上に持ち上げる。持ち上げて、今から丈を決めていきます。床すれすれの長さになったら前にしっかり引っ張って、床すれすれはね、本当に床に見えつくぐらいでも垂れへんぐらい、このかなって感じです。で、今度はこの今後ろ長さ決めたんですけども、よいしょ、こうやって前にまっすぐで引っ張っておいてあげます。この時にあんまりこう上に手を上がらないようにしておいた方が後で決めやすいですね。で、同じ高さで、この持ち替える場所は必ず同じ高さをもう一度持つようにしてください。このところでしっかりと、どれくらいっていうかな、この襟のところの全部をガブッと持つぐらい、ここしかね、縫い目がないので、
あの引っかかるところはこの襟の縫い目のところしかないので、ここをしっかり持ちますね。ハブ決める前に結構ね、皆さんあんまりちゃんとしないんですが、こういう横のところの細かいシワありますよね。こういうこれもね、いっぺんきれいに取っといてあげた方がいい。少し後ろは取られるんですけど、横のとこまでちょっと取っといてあげる。反対側も同じように持ち直して、で何をしてる間もずっとこういう風に引っ張り続けてます。でさっきの襟のところをしっかり持って、で、まあ、絵幅をどうやって見せればいいのかな。こっち側の方が分かりやすいんでしたっけ。こうですね。で前幅を決めていきます。今あのかなり前が広い、こういう状態なので少しずらしていきますね。で前幅っていうのは一体何かっていうと、ここのところですね、正面ちょっと向けます。この人の一番体の出っ張ってるところ、今やとちょっとね広いんですよね。こういう感じ。この、 あの肌色というかピンク色の長襦袢がギリギリ見えないという状態、正面からで、正面合わせですね。これで今襦袢見えないかな、大丈夫かな。これが前幅ということになります。であの一番出っ張ってるとこ、大体皆さん、出っ張るな、ここかな、太もものあたりかな、ここら辺のところが一番出っ張ってるんで、そこを隠すような感じにしておいてください。ちょっともう一回戻しますね、私。まあ、今、前幅を決めましたっていう感じですね。それを開けてもらって、で、このままね、閉じに行ってしまう、口が反対側ですね、閉じに行ってしまうと、下前の方。すると、どうしても後ろが下がってしまいやすくなるので、どうするかっていうと、前幅を決めて、これで OK ってなったら、一度ここで合わせて持ってしまいます。前の手で。で、反対の手で後ろ側を見て、だけ落ちてないかな、大丈夫かなっていうふうにチェックします。そうすると、今、前幅も丈も大丈夫なので、そのまま、グッと体に。反対からもちょっと後でやりますね。で、この時には、必ず真横まで来るように、こういう感じ。真横まで来るように指で差し込んで、そこから15センチぐらいギュッと上げてあげる。で、蓋をする。まだ閉じてあげて、その後までつまを上げる。そうすると丈が落ちてないよ。綺麗に中のつまも外のつまも、合わせることができたら、真横から見たときに、お尻からスーッと下に向かって細くなりますね。前つまの時もそうですね。後ろから見ても、裾すぼまりになってる状態、内側に向かってちょっと細くなるんですよねっていうのをやりたいと思います。各方向から見てもらいましょうか。今こっちからやったんで、次こっちからやりますね。手伸ばして持って、持ち上げて、長さ決めて、床すれすれにして、もしゃもしゃは取ってあげて、前に横のとこのもしゃもしゃも同じように取ってあげる。でしっかり持って、前幅を決める。だいぶ広いからスライドさせます。よいしょ、決めました。で一度ここで合わせて持ってあげて、後ろ落ちてないかなって見にくい。でもし落ちてたら、この段階でちょっと丈を上げようかなっていう風にしてあげれば、これで一発で終わります。で前幅と丈ができたので、今度は反対側、こうですね。でこの閉じる時にはお腹にぴったりひっつけるような形で、ぐーっと指先をね、こうやって中まで入れたいんですね。で真横まで来たらぐっと上に持ち上げる。でそれを上から蓋をする。蓋をする時もまっすぐ閉じてしまうと、すごい上がりやすいので、まっすぐ閉じるにはちょっとこっちの上前を持つ手を下げながら来ると、多分まっすぐになります。そこから 2,3 センチだけ上げてあげる。最近はあんまり前つも上げるところもね、上げないようになってきてますよね。見えるかな、これ難しいとこですね。自分の教室やと、腰紐をかけるのはウエストと腰骨の間ぐらいですよっていうふうに言ってるんですけど、で後ろでしっかり締めて前に来て、よいしょ。で腰紐締めるときは2回から上げてから蝶々結びにしてもらうと、蝶々結んでるときに緩んだりとかしてこないので、おすすめです。ちょっとお袖が邪魔なので、というわけで、今ちょっと見てもらいますね。ここのところ。だけ、ギリギリ床すれすれになってます。この下のとこですね。で、さっき言ってたのが、裾すぼまり。なんかこう、
下に行くに従ってだんだん細く縫うのがいいですよということなんですけども、大体まあこっちがこっちはねそんなに裾回りにならなくて、こっちですね下前側の方がすっと細くなりまして、あともう一つこうよいしょ、お尻のこのトップのところから内側に向かってすっと細くなる形、この形が綺麗にあの体にフィットしてて、腰回りはねすごいストーンと前幅ギリギリ隠れてて、ちょっとこれ出てるかな、ちょっと出てるかなぐらいやね、この感じですね。で前妻は本当に、最近はもう前の先の角のところから内2、3センチぐらいかなぐらいの感じで、あんまり上げないですね。あの成人式の着付けの時も撮影の時もあんまり上げない風潮になってきてます。特に関東の方のお仕事いただく時はあんまり上げないでっていう風になります ね。今日はね届かにくいと思うんですよね一度あの閉じた時に、ごめんなさい、前幅を決めた後に一度前でもってもう一度後ろの高さを決めてあげるってしてもらえれば一発で終わるんじゃないかと思っております。質問です。後ろの背中心が歪むことがあります。腰から下の背縫いなんですけど、あの着付け教室でも実はいろんなやり方があって、でその教室 の、あのお好みというか、まあ、考えられた最初に考えられた先生方というかね、レギュレーション決められた時に背縫いを真ん中にするために両方で両脇であのタックを取るっていう着方、腰紐のとこでタックを取るっていう着方をするお教室もあるんですね。私のところは上前を合わせるという着せ方をしてます。タック取っちゃうとどうしても腰の下のとことか太もものとことかでちょっとぼわっと膨らんで見えちゃうので、ほっそり、私はどっちかっていうとね着付けはねピタッとほっそりしてあげたいので、あんまり膨らましたくないっていう感じですね。で、あともともとね、その例えばこういうふうに見ていただいたときに、裾ちょっと上げてみますね。振り袖ってこういうふうにエヴァになってるじゃないですか。エヴァって柄、縫い目をまたいで柄が出ちゃうことっていう感じなんですけど、なっちゃってるので、あのそれを柄優先できて、お嬢様の体に合わないってことがあるんですよ。伸ばすためにちょっとね、縫い目のとこまで柄は入ったりとかしてるんですけども、なので、あのエヴァ優先の場合やったら、私は前幅を合わせてしまいます。自分の着物と、振り袖の着物ってやっぱりその種類が違うというか、自分の着物は自分 の、あの寸法に合わせてしまって作ってしまったら、あの背縫いが真ん中に来るように作れはするんですよね。なのであのお茶とかされる方とかは結構あのお仕立てされる時とかに真ん中にピーッと背縫いが走るようにされてる方もいらっしゃるんですけど、私はちょっとあの背縫いが真ん中に腰から下を組むのはすごい嫌いで、あの長くやっぱり着物を着る人間だし、着物を着ていろんなことをするので、お尻のとこにやっぱり圧がこうかかってしまうのが一番嫌で、なので背縫いはねあえてちょっと横にずれるようにしてますね。ちょっと横っていうのが右側にちょっと寄るようにしてもらってっていう感じですね。次回なんですけども腰から上のところをやりたいなと思っております。で本日はどうもありがとうございました。ではでは、ありがとうございました。失礼します。